風を送る際は声を出さずにソーシャルディスタンスに気をつけてください。その他、飛沫感染、接触感染防止のため、これらの行為は禁止とさせていただきます。試合終了後の密接、密集を防ぐために規制退場を行わせていただく場合があります。案内があるので、座席でお待ちいただきますようご協力をお願いします。その他、スタッフの案内に従っていただきますようお願いします。楽しく観戦していただくために、皆様の健康と安心のためにご協力をお願いします。さあ、久々のベイビーム、試合開始は午後2時を予定していますが、あと20分少々と近づいてきましたね。それでは皆さん、ご紹介しましょう。東京ヤクルトサロンフマスコット、28年目の大ベテラン、つば九郎。エンジンに参加していましたが、早速今日の一言いきましょう。今日はですね、高梨投手の誕生日です。おめでとうございます。ちょうど30歳になりました。はい、そして山川選手、ドスコイ禁止、日を守っていただきありがとうございました。すいません、もうつば九郎ね、もうまたオープニングから試合前からこんなことを言っておりまして申し訳ございません、本当に。はい、引き続き今日もよろしくお願いしますということで、はい、すいませんね、はい、こう好きがっていうのがつば九郎です。はい、何ですか、ババコーチ先ほど面白い写メ転送しました。あ、そうですか。はい、別にみんなに言わなくてもいいですけどね、でも気になりますね、どんな写メか。はい、辻監督、聞いたところによると、あ、マスコットのレオとライナをパトロールに連れ出したり、はい、しているという情報がありました。そうなんですね。ちょっとちょっと、つば九郎も連れててくださいよと、はい、いい仕事しますよと連絡をお待ちしております。はい、辻監督、つば九郎も連れててあげてください、よろしくお願いします。はい、今日明日はレディースデーです。レディースデー毎年言っていますが、あれですか、つば九郎、はい違うレディースじゃないですか。今年もこれやるんですか。つば九郎のレディースデーといえばどうしてもこちらがということでね、はい、キャンキャンよりもジャンプロードを愛読し、みんなついてきてくれてますか。大丈夫ですか。はい、お好み焼きより根性焼きにポリシーの文字、はい、ちょっと、はい、くすってきてますね。すり鉢たかしよりうかじたかしを尊敬する。面白かったら拍手お願いします。はい、それがレディースデーです。はい、先日北関東方面のレディースの皆さんに、また北関東ですか、はい、今日明日神宮にレディースデー来ませんかと招待しました。すると北関東のレディースの人たちはどうしたんですか。はい、ゆり子さんが東京には来ないでくださいと言ってるから行かないで行かないでですか。そっか、はい、見つかったら逮捕だねと、意外と、あ、真面目なレディースでしたと。あ、そうですね。はい、今日はレディースデー企画で、あ、五十嵐亮太さんが来ています。そうなんです、今日はあの解説付きでチケットお持ちの方、はい、いやー、五十嵐さん爽やかですね。今日試合後半準備しててね、ゲットレディーです。はい、ぜひブルペンでまた姿を見てみたいですけどもね。はい、ぜひ五十嵐投手の、あ、五十嵐投手、五十嵐さんの解説も、楽しんでください。以上、つば九郎の一言でした。 Thank you つば九郎、お待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの発表です。